はい、どうもこんにちは。今日はね、Android 6.0 マシュマロの新機能をね、紹介するよ。いつだったかな。確かね、だいぶ前だね。2週間以上前かな、来たのは。本当はね、もっと早く動画にしたかった。ただね、11月の頭に来て、その時僕は実家にいたからね。実家だとね、動画編集できないから、しょうがない。それでその後撮ろうとしたらさ、曇っててさ、撮れなかったんだよ。言い訳じゃないよ。だからちょっと遅くなっちゃったけども、この機能がね、まあすごいの。すごい、もうね、未来だね。近未来、未来だね。まあ機能の名前、ナウオンタップですね。ナウがオンしてタップする。しかタップしたらナウをオンするのかな。タップしたらオンしてナウをする。英語って難しいな。でそれのね、機能がね、こう今スマートフォンでの画面に何が表示されていて、で何のアプリが今動いているかっていうのを全部こう見て、次取るべきコードを出してくれるわけですよ。すごくない？まあ、使い方は後で画面が出てね、詳しく、まあ、出て押し、ね、ブワッてなるけども、使い方としてはホームボタンを長押しする、ね、今まではこれをやると Google Now がこう出るね。でもこれが来てからは Now on Tap が出る。で、まあ、説明しても分かりづらいから、とりあえずね、使っているとこう録画した画面をご覧ください。ではその Now on Tap の使い方とかを見ていきます。今使い方は、まあさっき言った通りね、ホームボタン長押し。今まではホームボタン長押しで Google Now が出たけど、 Now on Tap が来てからは Now on Tap が出るから、ね、押すよ、ね。でまあ、これが Now on Tap ですね。今この画面に何も表示されたりしてないから情報がない、ね、で検索するならこっちね押して、 Google Now を開きたかったらこっちね、ここを押すと開きます。まあ、今押しちゃうとね、僕の住んでるところの天気予報とか出ちゃうから押せませんけど、例えばこうね、ここで押すと、ほら、ね、しかもすごいのが、これマックス村井のとこで押したのに、ちゃんと本名村井智武で出るっていう、ここだよ。ちゃんと本名で出るから。でちゃんと生誕祭もちゃんとね出るんだよ。生誕祭ってここに入ってるからさ、わかる。で下にもポコ段があるじゃん。でも生誕祭のこれニコニコ、ほら、これはあれだな、去年のやつだね。去年のタイムシフトになっちゃってるけども、ニコニコで生誕祭を中継したっていうのを知ってるってことだよね。コスケは出ないか。あのね、結構知名度ないと出ないからね。高橋くんもダメだったかな、確か。風見も出ないか。あ、お、すごいね、インフィル出るね。インフィルトレーション、これ韓国のプロゲーマーですね。最近レーザーに入った格ゲーの、強いんだよねインフィル。でカプコンカップ、なんで、あ、これか、これか、これね。ドグマさん出なかったわ。だから YouTube で気になる人いても調べられるわけですよ。ね、こうなったり。はい、今ね、見ていただきました通り、あんな感じに出るんですね。さっきの動画じゃちょっとね、出せなかったけど、びっくりしたのがね、で、メールの画面でやったらどうなるかと思ったのね、僕は。
とりあえず一番上にあったメールを開いたら、そのメールがね、僕の好きなバンドのファンクラブから来たメールだったね。うん、でそれでやったらどうなるかと思ってやったの。でそのメールの内容が、今そのバンドがツアーをやっていて、どこどこでやったツアーのオフショットがこうアップロードされましたよって来た。そのメールでナウオンタップをやったの。そしたらね、そのメールの中に、まあ、バンド名があるからバンド名は出るね。そしてでどこどこの場所、まあ、場所が出るから、その場所が出たら場所のなんか場所とか電話番号とかも出るんだよこれ。でさらに何月何日どこっていうのが出て、好き予定に書き込むところが出るんだ。そこを押すと Google カレンダーないしスケジュールアプリにこう書いてくれちゃうね、場所とかね。それはねびっくりした。これはねズボラな僕にはいいよね。スケジュール最初はやるぞってなるけども、途中でやんなくなるから、僕はこれなら結構楽にいけるよね。あとさ、スケジュール書くときにさ、今まではさ一旦コピーしてアプリ移って貼り付けて、でまたちょっと詳しく見るためにまた戻って見てとか、コピーしてまた貼り付けて、これこの手間がなくなるわけです。あとびっくりしたのね、なんかいろいろアニメを調べててね、おすすめのアニメとかで、ね、調べたりして、でなんかあるアニメのね、ちょっと公式サイトに飛んだんです。ここで押したらどうなのかなと思ってね、押したらね、この選択項目の中に D アニメストアが出てきた。これはびっくりだね。気になったアニメがもし D アニメだったらそこから飛べるってことだよ。ただね、D アニメにあるのに飛べるアニメと飛べないアニメがあった。この違いがよくわからない。ここはね、あればすぐ飛べるようになればもっといいんだけど、まあまだ始まったばっかだからね、うん、そうで、これによって何が起こるかってことですよ。調べ物するとき、スマートフォンなりでなんかこうサイト見てさ、人とか物とかあるわけじゃん。でこう、うんっつって、なんだろうと思ったら、今まではコピーしてペースト検索だったんですけどね、これからはこっち、ピ終わりですよ。すぐ飛べます。そっから画像ツイッターとかあれば飛べますし、ね、YouTube あっても飛べますからね。あ、であとね、動画で言うの忘れたのが、ネットの海をこうサーフィンしてるときに、わからない単語を長押しするとさ、文とかを長押しすると今までコピーとか出たじゃん、ね、その選択でなんかさなるじゃん。そこを選択したままナウンタップすると、そこの選択してるのをピンポイントで出してくれるから、これ良いよ本当にね。これはねすごいね。であと Google の公式ブログ、あのね Google Japan の公式ブログ、そこにちゃんと書いてあるね、ナウオンタップがどうのこうのつって。そこによると、まあ、まず日本が2番目のリリースです、これ世界で、うん、そのブログによると、例えば LINE とかでどこどこに何時に集合ねみたいな、何月何日どこどこにご飯食べようみたいなのがあるじゃないですか。あったらね、でそこでポチッと押すわけ。そうするとまずまあ予定に書き込む、ね、でそのお店の電話番号を出すとか、そのお店の食べログをとかできるみたいですよ。まあまだまだ始まったばっかだからね、なんていうの、こうそう使用履歴みたいなのをこう Google にこう送るように設定しておくと、それを元にこうどんどんこう良くなるみたいですね。まあ、ただね怖いよね、機械に生活を支配され始めている。まずいですよ、機械の反乱が起きるかもしれない。あと Google にもう操られる、もう自分の行動が筒抜けになっちゃう。これは怖いですよ。まあ、悪用されることはないと思いますけど、あんまりデータが流出なんかしたらね大変ですねとか思ってます。はい、はい、本日は、Android マシュマロの新機能ナウオンタップを、ね、ご紹介しました。あの、ね、これはねほんといいよ、うん、これ使うためにマシュマロにする価値はあると思う。僕いいよこれは便利、特に調べ物大好きな僕はねすごい使う、すぐ調べるタイプだからさ、分かんないこと、うん、早くねマシュマロがもっと行き渡るといいね、早く。でこれみんな使えばね、みんな幸せになれるんじゃないですか。え、それはないか。はい、それではさよなら。